どんこちゃんめめです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では見ていきましょうか。さあ、まずはどちらからスタートするか。テトスタートですね。テトスタートで、開幕 TSD。相手も開幕 TSD。これはまあ両者置きミスなしですね。置きミスなしで、いい感じに組んでる。あ、ここで TST タワー組みに行った。TST タワーはやっぱ火力が高いので、まあこんな感じで相手に直撃すると、結構いい状況に持っていけたりします。これ相当有利ですね。もうかなり相手の地形が苦しそうなんで、これはかなり有利。俺は、ド安定の先寄り GTR。やっぱりこのゲームね、先寄りの方が圧倒的に強いと思うんですよね。限られた時間の中で、発火または発火確保をしなきゃいけないので、やっぱり先に折り返しを作るっていう面で、先寄りの方が明らかに強いと思う。また俺も悪くはないと思うんだけど、やっぱり安定感が違うんですよね。俺がやった体感だと。明らかに安定感が先寄りのがあるんで、このゲーム、先寄りの土台を組むことをお勧めしますね。あ、これは、新 GTR。相手は後折り GTR。さあ、これはどうだ？相手連鎖部しっかり入れてるね。しっかり入れて、俺はどうだ？黄色ハッカー。黄色ハッカーだが、これ赤飛ばしたぞ。赤飛んでて、相手は緑発火して、繋がってる。でかそう、結構。いや、これはこれはやばいんじゃないか。さあ、うまくレンガ繋がるか。繋げるルートは、いまいち見つけられなかったですね、これは。これはもう絶望的。どうしようもないですね。まあ、うまく、たとしても、まあ結局赤が飛んでるので、まあどちらにしろ帰んないですね、多分。うん、帰んないですね。うん。どれだけ削ってコンボつけて連鎖したとしても帰んないです。今のは負け角、うん、負け角かな、負け角っすね。これ DT4 対相手が、開幕 TSD。さあまあ穴的には微妙だけど、相手しっかり考えて T スピンダブル打った。テトリス2。俺 BTB ついてない。BTB ついてないけど、相手は仕込めてないので。これはまあ有利ですね。さあ3連前騎士。これ強い。コンボもついてるんで、赤玉ちょい振りましたね。で、普通に前傾消化して勝っていく。まあ、この一方的に仕込んだ時のやはり前消しは強いですね。確実にこちらだけ前消しが取れるので、仕込みで有利取れた場合の一番の勝ち格ですよね。さあ再び先寄り GTR、 相手も先寄り GTR。 さあこれは、多重チックにして黄色ハッカー、黄色ハッカーだが、ちょっと迷ってますね。さあ、ハッカー確保。相手も赤ハッカーのハッカー確保かな。しかし、若干ぶっ壊れてるか、あれ。ぶっ壊れてるけど、一応繋がってる。俺、置きミスしてて、大丈夫か、これ。相手がレンチックに組んでる。ちょっとやばいかも、これ。しかし、置きミスしたか、相手のレンが途切れましたね。あ、これ仕込みでは有利。歩みのをしっかり仕込んでいるので。仕込みでは有利だが、これ間に合うか？相手飛んでるんでこれやばいか？青が、なんとか間に合った。危ない。さあ、これコンボでもついてないんで帰るか？際どいが、どうだろう。8ダブの9連。9連の連結で帰りましたね。意外に帰った。帰んないかと思ったけど帰った。さあ、これはしかし、相手にセカンドを発火されて、折れんのかこれ。
厳しそう。この量はきついですね。うん、厳しい。セカンドでやはりコンボつけられて、なおかつテトリスの追い打ちがきつかったですね。時間を与えすぎたかな、ちょっと。さあ、ぷよスタート。再び先寄りですね。相手も先寄りの、サブマリンかな。さあ、青ハッカー、紫ハッカー、相手は、赤ハッカー。これを両者発火したが、どうだろう。どっちの方がでかい。こっちの方がちょっとでかいか。8連鎖に対し10連鎖なんで、こっちの方がちょっとでかいですね。しかし、テトリスで全然耐えられる量ではある。けど相当有利。おっと、刺さった。置きミスで刺さったのかな、今のは。ちょっと自分の画面見てたんですけど、おそらく置きミスで刺さりましたね。まあ、上部の時ってやっぱり焦るとね、ああいう風なことがよく起こるので、まあ、冷静になることが重要ですね。と言ってもやっぱり上部は焦りますけどね。冷静になることが難しいんですけど。じゃあもう一個見ていきましょう。今度はテトリススタート。いや、今度もか。わかんない。さっきが、どっちスタートだったかちょっと忘れちゃったけど。テトリススタートで、お互い DT4。これは、アメミア砲ですね。アメミア砲で、相手は、ちょっと置きミスしてる。回転入れが失敗して、これは、勝ちましたね。相手回転入れミスりましたね。二人でいれば最強なんだよ。まあ、それが致命傷になって普通に勝った、これは。ぷよぷよ。さあ、今度はぷよスタート。さあ、これも先寄り。俺が先寄りじて、相手が、サブマリン。先寄りのサブマリン。さあ、これは3連鎖発火した。ダブルミラー。これは相手は赤発火してくるか。赤発火してきたが、これはしっかり黄色まで入れましたね。いや、してきてない。相手、止めてますかね。発火したと思ったら発火してなかった。ネクストの青発火か。さあ、俺は先打ちなんで、やはり連組んでますね。連組んで、さあ、どうだ。相手発火できるよな、多分。青発火できますね。帰ってくる。結構帰ってくる。これは連があるので、どうかって感じですね。これは、あえて、黄色入れて青発火でもよかったんですけど、そうすると、コンボのタイミングが間に合わないと思うので、ここは普通に消してからコンボですね。このコンボの連が間に合わないと、厳しいので、コンボがつけられないとやはり厳しいと思うので、こうあえて消した選択ですね。ちょっと難しいけど、ああいうの。さあ、テトリス、テトリス。相手テトリス仕込み、これ結構不利だぞ。不利だけど、コンボ3連鎖。三段弱振る。このコンボの単発強いぞ。今のコンボ付きの単発は結構火力がいくんで強い。どっち有利だろうな。これ、五分ぐらいかな。若干有利か。若干有利かもしれないけど、そんなに有利ではない。いや、五分か。五分ですね、これはもう。不要の量的に言えば、不利まであるか。あいみの間に合った。相手もあいみの即打ちしてきた。それに対して俺はあいみの仕込み。2ダブの3連。さあ、できればテトリスにコンボつけたかったけど、間に合わず。
コンボの3連鎖打って、2段振る。緑ハッカー。黄色とか入れたかったけど、まあ、これはもう妥協して3連鎖でハッカーですね。とりあえずハッカーしないと確実に刺さってしまうので。ハッカーして、これもまだ五分だと思います。おそらくこれも五分。さあ、1ライン仕込み。2ダブ。2ダブ打つ。相手はカウンター。これうまい。カウンターのコンボ2ダブの3。これはうまかったです。しっかり受け切れられて、これは相当不利になった、一気に。まあ、ツボも噛み合ってカウンターが成功しましたね。さあ、これは2連に対し相手が5連鎖なので、厳しい。これはカウンターでやはり受け切られて、そのまま不利になって、こっちより大きな連鎖を打たれて厳しかったですね。さあ、先折り対相手は、圧倒折りかな。しかし、その紫の単発はミスのように見える。さあ、普通に。これはもう赤、ここで赤で欲張ろうとすると絶対引けなくなるので、こういう時は絶対に伸ばさずに、もう発火重視にした方がいいです。スワップそういうとこやっぱ難しいんですけど、結構妥協気味に行った方がいい。かといってまあ妥協しすぎると連鎖数で負けるので、まあそこの調整が難しいんですけどね。これはしっかり総裁外して T スピンダブルテトリスを打って、これは相手に赤玉がいってるのでかなり有利。さあ緑で発火した。連結3連の4連鎖でコンボ付きなので十分量と判断しました。さすがにあの状況で赤玉2個は返せない。発火のタイミングも被ったので相当飽和的に有利だったんで、今のは普通にそのまま勝った。パフェ済みと、TSD ですね。パフェが取れる。相手の穴はまあ悪くはない。こっちの穴の方がどちらかというといいですね。さあ、普通に火力を送ってって T スピンダブルテトリス。か、ここはシングルにした。相手テトリス仕込み強い。これは黄色が入っていない。黄色が入ってないので、なんかごまかしに行ってますね。ちょっと迷ってるが、さあどうする。これぐだってる。これ相手が5連鎖発火してきた。5連ならまだ耐えれるか。ちょっとぷよがぐだっていたが、5連鎖ならなんとか耐えれる。耐え切って、どうでしょうね、これは。テトリス打って、Tスピンダブル。が、間に合わない。スカッたぞ、今の Tスピン。2ダブルに対してコンボの3連鎖で、こっちの方がでかいですね。今の T スピン使ったのはちょっと大きいぞ。2ダブ打つ。それに対して相手5連鎖発火した。さあ、しっかり赤ゾロ引いて、これ赤入ってるね。よしよし。入ってます。入ってるので5連鎖ある。5連打って、そのままコンボのテトリスの火力で刺してた。まあこれは普通にそのまま刺しましたね。テトリスで受け切ってから相手に5連鎖プラステトリスのコンボ付きの火力が遅れてたのがでかいかな。はい、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。
では、ありがとうございました。